1993年10月28日、ドーハの悲劇。日本中が脱力の深いため息を吐きまくり、国内の二酸化炭素濃度が 2% ほど急上昇してた頃、その時どっかのおっさんが茶の間でこぼした酒臭いため息と同時に、おぎゃーふぎゃー、僕誕生。3年後の1996年9月17日、野茂がメジャーでノーヒットノーランを達成した栄光の日。その年デビューしたパフィーの曲で、どっかの娘がノリに乗っていた時、白のパンダをどれでも全部並べて、娘の父がポソリと言った、白のパンダと同時に弟誕生、おぎゃーふぎゃー。そして7月9日、ドイツワールドカップ決勝でジダンの頭突きが炸裂。世界中がジダンに度肝を抜かれていた頃、僕たち兄弟は